はい、どうも、タクです。はい、というわけで、今回も、ね、野菜を使ったパン作っていきたいと思います。玉ねぎチーズのパン。今回ね、こちら作っていきたいと思います。玉ねぎだけだとね、なかなか、ね、食べれやすさっていうのもあると思うんですけどね。今回はね、チーズをね、一緒に使ってあげてね、玉ねぎ嫌いの方でもね、食べれるんじゃないかなという感じの、ね、パンにしていきたいと思います。で玉ねぎの中にはね、カリウムとね、アリシンっていうね、成分が主に含まれています。でカリウムね、まあ何回か紹介したかもしれないんですけどね、血圧のね上昇を抑制する効果があると言われています。アリシンはですね、血液をねサラサラにしたり、血液中の善玉コレステロールを増やすっていうね効果があったりします。まあ両方ともね、血液に関係することですね。はい、というわけで、ね、早速ね2日目の方からやっていきましょう。はい、そしたらね、カードはね、バミラチーズを切ってもね、落としてあげます。ボウルの中でね、切りまとまるまでね、こねていってあげます。ラッキーがなくなったらね、今度ね、台に出してこねていきます。そしたらね、台にね、こすりつけながらね、こねていきます。こすりつけるときにね、しっかりね、前にね、伸ばしてあげてください。はい、そしたらこれで仕込み完了になるので、1箱を刺していきます。はい、パンチやっていきます。そしたら、ね、保った高さのところでね、しっかり入れてあげてください。はい、そしたらもう20分を刺していきます。はい、そしたら10分から15分、電子タイム取ります。はい、そしたらね、次はね、玉ねぎ切って焼いていきたいと思います。まあ大きさはね、まあ普通ぐらいのサイズ使ってもらえれば大丈夫です。はい、そしたらね、この向きにしてあげて、輪切りにしていきます。これで、ね、準備完了になるので焼いていきます。はい、玉ねぎの方ね焼き上がりました。味噌としてはねちょっと周りがね焦げつくぐらいがねちょうどいいと思います。はい、弁当もあったんでね成形の方やっていきたいと思います。で、ね、こちらね、玉ねぎのね、輪切りのね大きさに合わせて、生地伸ばしていきます。はい、これで成形完了になるので200個を刺していきましょう。
では最初に塗り玉塗っていきます。はい、そしてね、先ほどね、輪切りにして切った玉ねぎ、こちらに乗せていきます。はい、上にチーズ乗せていきます。そしたらね、上にバジルかけてあげます。はい、これで焼き完了なので早速焼いていきましょう。はい、パンの焼き上がりました。はい、一応玉ねぎだけでね、焼いてあげることによってね、最後焼き上がりね、香ばしい味を出すことができます。いただきます。玉ねぎが、すごい、ね、玉ねぎの味がね、すごい入ってくるんですけどね、きつくはないんですよね。やっぱ焼いてあげることによってね、そのね、いい感じになってるんですよね。玉ねぎ嫌いな方ね、生だとちょっとダメだよって方ね、ぜひね、こちら試してみていただけたら嬉しいです。もしよかったら高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。次回もまた見てください。バイバイ。